止まれ。そのトランクをこちらに渡せ。なんですの、あなたたち。いきなりこんなことを。まさかリアト。無駄口を叩くな。言う通りにしろ。そんな、私の。早く中身の確認を。ただのぬいぐるみだと。ち、ターゲットを間違えたか。ただのじゃなくて、なあちゃん特製だよ。な、貴様、測ったな。スーちゃんナイス。くそ、待ち伏せまで。残りは3人、一気に畳みかけるぞ。了解。臭いな。はっ、行くよ。よっ、ここだよ。隙ありだ。手当てするね。感謝しておく。これがなあちゃんの本気だよ。それそれそれ。あとは君に任せ。予測通りここで仕掛けてきたな。スーちゃんが事前に気配を察知してくれたおかげだよ。やっぱりスーちゃんとナーちゃんは最強のコンビかも。それにしても練度の高い連中だったな。帝国に来て追っ手の心配がなくなったと思った矢先にこれだ。狙いはやっぱり。このトランクか。一体何が入っているのかな。わからないが、かなり重要なものなのは確かだろう。その上、あまり存在を知られたくないみたい。ギルドじゃなくて、なあちゃんたちに依頼するくらいだもの。ああ、あのご老人の依頼だ。なんとか達成しないとな。おじいちゃんにはいろいろとお世話になったからね。ただ、問題はこの謎めいた届け先か。ここで考えても仕方がないよ。そうだな。また追っ手が来るかもしれない。先を急ごう。その前にもう一つ問題があるの。なあちゃん疲れた。もう歩きたくない。スーちゃんおぶって。自分で歩け。今日も冷たいスーちゃんでした。まる、バカ言ってないでさっさと行くぞ。トランクは俺が持つから。スーちゃんには女の子をいたわる心が足りないとなあちゃんは思うのです。はいはい、その通りですよ。
ないみたいね。来るぞ。これは一体何なんだ。切っても刺しても大して効果がない。何か特別な材質みたいだけど、分析材料が足りない。先に連結部を攻撃しろ。出ないとコアへの攻撃は通らん。そういう仕組みか。この人あからさまに怪しいが、今は乗るしかない。誰が相手だろうと関係ない。行くぞ。ターゲット捕捉。続いてくれ。どうしようかな。私の番だ。行くぞ。崩したぞ。行くよ。よし、行くとしよう。させるか。俺の番だ。続いてくれ。行くとしよう。逃げたのか。そうみたいだね。とにかく助かった、礼を言う。礼は不要だ。代わりに。これはもらっておこうか。最初からそれが狙いだったんだ。ああ、その通りだ。彼らを相手に善戦したことは評価しよう。おかげで手間が省けた。荷物は返してもらう。敵対するなら容赦しない。余興にはちょうどいい。待って、スーちゃん。まさかとは思うけど、一応聞いておくね。あなたは何者なの？神聖帝国解放戦線のリーダー、シーダ。
なんだと。はあ、すごい偶然、それとも必然かな。どうした、何が言いたい。俺たちが受けた依頼、その内容は C と名乗る人物にそのトランクを届けることだ。詳しく聞こうか、その依頼とやらについて。そう言われても、実はなあちゃんたちも詳しくないんだよね。先月この依頼を受けてから、その謎めいた届け先の情報を集めるだけでもかなり大変だったからな。先月と言ったな。ああ、それは確かか。間違いないよ。仮面さん大丈夫？変なキノコでも食べたの？何、予想以上に面白い事態に。ついな。どうやら小鳥の一件、考えていたよりもはるかに私を楽しませてくれそうだ。それより早いところトランクを開けさせてくれると助かる。一応中身の受け取りを見届けるまでが仕事でね。安心して、今回の中身は爆弾じゃないから。多分って、まあ運んだ俺たちにも何が入ってるかわからないからな。うん、ずっと気になってた。で、何が入ってるの？さてな、私も知らない。中身も分からずに奪おうとしたのか。大胆だが、一つだけ分かることがある。クロスベルと帝国をも巻き込む小谷の騒乱、おそらくこの中に入っている何かはその核心に迫る鍵であろう。さあ、トランクを開けるがいい。果たして箱よりイズルは希望か、はたまたさらなる最悪か。あなたたち、深い悲しみ。